こんにちは。荒木和弘です。北朝鮮の飢が状態。えーまあ、非常に厳しくなっているようです。あのまあ、通常ですね、この3月、4月ぐらいっていわゆる葉ざか期になります。食料が足らなくなる時期なんですけども、今年は特にひどい。で90年代後半、まあ、人口の1割ぐらいがなくなったというふうに言われている まあ、苦難の行軍の時期に匹敵するとも言われています。で、えー、この間ですねあの東京に来られた、えー、映画「愛の贈り物」のキム・ギミン監督もお話の中で、まあ、今の北朝鮮の食糧事情っていうのは えー、まあ、その、九十年代の時は、あのまあ、一般の、こう、民衆が死んでったんだけども、今、平壌の中枢でも、その食料事情がおかしくなっているということで、まあ、体制自体を揺るがしているんだと思いますという話がありました。で、えー、まあ、友人であるカンチョルファンさん、あの、北韓戦略センター、 あのですね、代表ですが、まあ、彼も、YouTube のご自分で毎日流している、あの、ピョンヤン24時という番組の中で、同様のことを言っていました。まあ、その、一番中心になる階層をですね、えー、つなぎ止めるための、その、まあ、<coughs> 配給ができなくなっていると。 いうことなんですねこれはかなり大変な実態だろうと思います。まあもう本当にですね、ミサイルなんか撃ってる場合じゃないんですけども、もうそれしかできないというほど状況は切迫しているんだろうというふうに思います。で、90年代の後半のもう飢餓状態のことはですね、私もずいぶん、あのもうたくさんの脱走者の方々から聞きましたし、本も読みましたし、まあこれ本当にですね、同じ世界なのかと思うような状態です。 例えば、戦乱にあってですね、難民になって食料がなくて困るとかいうような話っていうのはまあ当然ありますよね。で、まあ、あのあ、まれにやっぱり事情で、ま、餓死する人とか出るってことはありますけども,も、別にですね、どっかと戦争してるわけでもない、ま、本人たちはそのつもりかもしれませんけども、そういう国でですね、で、ただ、あの、合死者が出てくっていうのはもう本当に異常としか言いようがありません。90年代頃ですね、 まあ、あのもう道端に転がってる死体をまたいで歩いたっていうような話とか、えー、もう横に死体が転がってる横で飯を食ってましたっていうような話とかですね あるいはあの体育大学の先生だった女性の方ですけども、この方インタビューしたときは、もうあの学生連れて、なんか割り当てがあってですね、大学に、学生を連れてトラックに乗っけて、駅なんかに転がってる死体を積んで、ですねで山に埋めに行く仕事をしてたと、手袋をつけてこうやるわけですけど、その手袋にあの人間の油がこうついて、ですねベトベトになるんですっていう話を、すごいなんかリアルな話でした。 まあそんな話までですね、もう様々聞かせてもらったことがあります。えというほどひどい状態の、だったんですね。で、それを再現するって21世紀ですよ、この。21世紀に、で、もし北朝鮮が例えばミサイルやめるとか、違い者返すとかですね、そういうことをやれば、まあもうお、おそらくみんな、あの、援助とかするだろうと思います。それなのに、それはしない。 え、ということなんですね。これもうその北朝鮮の体制の根本的な問題です。あの体制変えなければですね、ラッシュガ帰ってこないだけではなくて、北朝鮮の人、ますますですね、多くの人が亡くなっていくということになります。で、これつなぎ止めるためどうするかっていうと、物を出せないわけですから、あとはもう恐怖でつなぎ止めるしかない、公開処刑とか収容所とかですね、そういうところのものを、もうそこで、それを使って、 えー、もし言うことを聞かなければあ、お前命じゃないぞということで、えー、やると。まあそういうことになってしまっているんだろうと思います。もうこの状況もですから、今ですね、我々ももういろんな形で、あの、アクションを起こして、北の中にいろんな情報を入れていくべきです。間違いなくもう、あの、かなり、えー、もうズルズルで入っているだろうと思います。 日本政府も今こういう時ですから、やはりですね、もうその金正恩じゃなくても構わないともう誰でもいいから、ともかくその被害者の情報を出せとかですね、あるいは被害者を連れ出してもらいたい。船で例えば日本海の真ん中あたりまで来てくれれば、こっちであの保護をするというようなことをやる。ということもできるはずです。 それしないんだったら、最優先課題でも何でもないですよね。それをぜひやってもらいたいというふうに思います。核、ミサイル、そして拉致の包括的な解決というような言葉というのは、要は何かというと、アメリカに拉致問題忘れないでくださいよって言って、もう懇願している姿でしかありません。拉致は拉致で自分たちでやると。ね で、だってミサイル、核問題なんて、だって日本核持ってないんだから、えー、何もやりようがないですよね。えー、で、もう、そのままアメリカにやらせるしか方法がない。あるいはまあ、場合によっては中国、ロシアの力を使うしか、核持ってる国の力を使うしか方法ないわけで、拉致は我々がやらなければいけないことだろうと思います。そしてそのチャンスが近づいてるんですから、そのチャンスをですね、えー、生かす。で、その拉致会社の救出は、 今、飢えて苦しんでいる北朝鮮の人たちをも助けることになるんだということを我々肝に銘じておく必要があるのではないだろうかというふうに思います。今日もありがとうございました。